どうもカマです。コアキーパー実況やっていきたいと思います。前回の実況の後で私いろいろこっそり作業をしまして、はい。このね草原バイオームってこの辺りだったっけ？はいはい、ここら辺のね、なんか農民さん、ダーク農民さんがさ作っていた家があったじゃんか。あそこにね、トロッコ線路を通しましょうかって言って、実際ほら。この灰色の線ね。これね、トロッコの線路をね、一生懸命一人で通しました。あとは、まあ、そのついでにね、トロッコのついでに、はい、スカーレットバーも集めてまいりましたよ、もう。ね、35本あるから。うん、まあ、そんなに大量じゃないけどね。35本あれば、まあ、いろんなことができるんじゃないのかな、と思っています。で、今回はあれだね。まあ、そういうね、スカーレット装備を整えた上でなんだけど、ボスに会いたいですね。これか、アゼオス。ね。鳥なのかな？これ飛ぶんでしょ？きっとこれ。アゼオス、ま、倒すまではいかないけれどもね。倒すまでは言わないわ。うん。そこは望まないけれども、一目会いたい。古代の巨人に一目会って、できればサインをもらって転売したい。そうそう、転売良くないよ。はい。そういうことをね、今回やっていこうかなと思います。はい、ということでですね。まずじゃあ何をやっていこうかというと、ワークベンチでいろいろ作れるものがあるんですよね。オートメーションテーブル、なんか自動化する機械とかね。新しいこの薬品系かな？多分、上級ポーションとか作れるようになると思うんだけど、そういうのとかね。うん、あと、これ作りたいですね、やっぱり。バックパック。スカーレットシェルバックパック。これで、インベントリーをさらに増やしたいですね。スカーレットシェルバックパック。はい！作りましたー。はい。あ、完璧ね、埋まらないんだ。マジでか。まあでも増えたよね。うん。いいと思います。で、あとそうだ。他に作りたかったのが、スカーレットワークベンチじゃなくて、このアイアンワークベンチの中の、ここら辺とか作ってないよね。エレクトロニクステーブルとか、どれだっけな。これ、ジュエリーワークベンチとか。ここも作りたいよね。ちょっとジュエリーワークベンチ行っちゃっていいっすか？自分。これにね。はい。で、ジュエリーワークベンチ。はい！お！カッパークロスネックレス。おん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 。アイアンチャンクネックレス。上はネックレス系ですね。ゴールドクリスタルネックレス。で、下が指輪。いろいろね、指輪とかネックレス、効果がね、ありますから。これはスイフトリング。ああ、移動速度が上がる。可愛らしい。指輪に羽が生えているね。はい。よし。オッケー。速くなった？おう。速くなったような気もしないでもない。プラシーボ効果かもしれない。エレクトロニクステーブルもちょっと欲しい気がするけどね。ここに。はい。ん？ビルディング。エレクトリシティジェネレーター。電力、生み出す。発電所？ランプ。あ！ランプだ。明かり？あ、自動ドアだ。すげえ。え、すごくない？ちょっと行きたいな。でも、鉄が足りないのか。鉄がもう、今、3つしかないからね。まあ、取りに行ってもいいですけどね。ちょっとまあ、後ほどかな、これは。これはいけるか？上級ポーションを作れる机。ポイズンスライムが8。ポイズンスライム8ないね、多分ね。ああ、7！ 惜しい！マジか。じゃあ、一回行きましょうか。ここの、アゼオスのバイオームへ。じゃあ、行ってきまーす。さあ、新規路線、開拓した、新ルート。距離が長くて大変だったよ。まあ、楽しかったけどね。そうなんだよね。線路を敷くだけでも楽しいんだよ、このゲーム。出来上がっていく実感があるからね。たまらんよ。この、自分が着ている装備もね、スカーレット装備に変えてもいいかなーって思ってるけどね。はい、入ってきました。アゼオス、ワイルダーネス。
到着。そうだ、ここに俺ドアつけようと思ったんだっけ。はい、ここにね、石のドアを置いときましょう。よし。で、スカーレットバーをね、実況外で探してるときに、いくつか他にもここと同じようなね、家を見つけたんですよ。ここら辺確かそうだよな。あ、ここなんか、ポイズンスライムいそうだね、いっぱいね。ここ行ってみようか。よし、ポイズンスライムゲット。おぉ、いっぱいある、いっぱいある、いっぱいある。よしよしよし、いいぞ。そしてそこに、スコップで。ここ掘れ。あ、なに？ゴールデンフェザー手に入れた。ほう、なんだそれ。あ、またか。すごいな。めちゃめちゃいっぱい家があるよ。すごくないっすか？ここは、のみさんいる？あ、ここもオルス。あ、なんかいる。なんかいる。なんかいる。なにこれ。あれ？俺の知ってる、あの、芋虫とちょっと違わない？こんなだったっけ？あー、来た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 。あー、いつものあいつか。よいしょ。はいはい。はい。ドクロを手に入れました。わー、すごい、でも、家ですねー。あ！宝箱あるけど、嘘、せーの。オープン！お、なんかいろいろ入ってる！スクラップ、いらない。キーンポーション？あ、遠距離ダメージが3割増える。すごっ！スカーレットバーもある。プレシャス、アーン、バリュアブル。なんか壺？値打ち物の壺じゃないこれ。鑑定士がうなるやつだよ、これ。もらっとこう。よく考えたら確かあれだよな。一週間ぶりで忘れたけどさ。なんか最後にホログラムで商人が出てきたじゃん。あいつが、アゼオススキャナー持ってたよな。あれ買えばいいのか。ねえ、そうだね。よ、あ、その方にいた。はい、ただいまー。よーし。ただいま、巻貝先生。さあ、まずはいらねえものを売ろう。おっちゃんに売るわ。売りつける。値打ち物ですよー。もうね、素晴らしいものだらけですから。ぜひぜひ買ってってください。あー、ゴールデンフェザーもバリュアブルなんだね。もう売却専用アイテム。でも75は高いな。っていうかさ、草原地帯さ、バリュアブルアイテム多くない？めちゃめちゃ多いよね。このおっちゃんだな。このおっちゃんがさ、あった。アゼオス、スカイタイタンスキャナー。これ。ジェムストーン5、メカニカルパート5。あー、そっか。フェザーだ。そうだそうだ。エンシェントフェザーが10個必要なんだ。これが多分足りないんだよ、まだね。じゃあ、それ取りに行かなきゃいけないのか。これも草原地帯だよね。まあ、それはやりましょうと。で、じゃあ、これか。ディスティレディーテーブル。これ作ろう。でい。さあ、どんなものが作れるんだ？ドン！お！クラフティング。グレーターヒーリングポーション。すごい！ああ、ポイズンスライムを使うのか。なるほどね。あ、でも、体力 40% 回復だって。すごっ！ああ、で、キーンポーションか。はいはいはい。遠距離ダメージアップ。これ何これ？ガーディアンズポーション。ボスからの受けるダメージを 16% 減らす。1分間。これは？ポイズンエイドポーション。あー、毒の影響をすぐなくせるってこと。ラージボム。うわ、すごっ！何これ？形やば。攻撃的なチョコエッグみたいな感じですけど。ダメージすごいね。爆弾。あとはオートメーションテーブルとか作ってみる？これ。あー、そっか、鉄がねえのか。そっか。じゃあ、しょうがない。鉄を掘りに行こうか。鉄を掘りに行くぞー。いいね。トロッコ持って、ツルハシ手に、鉄を掘りに行くって。この辺りじゃないかい？鉄。ねえ。これにちょっと掘ればいいんじゃないの？これ。ありますね。よーし。久々の、鉄、鉄。てっちゃん、てっちゃん。ちゃんと鉄道マニアみたいだけど。うっそ！ここもか。ここも開けらんないの。うっそー！あ、でも通路がなんか続いてるな。上もダメ？下もダメ。
なにこれ。なんか通路なってんだけど、これ。面白いな。あ、なんかある。宝箱あるんだけど。あれ、なにあれ。マジ行きたいですね。あ、こっから先これで行けるじゃん。ちょっと待って。急展開なんだけど。うわー、すごい。迷路だね。普通に。お宝欲しいです。いけそうじゃない?これお宝。あ、いや、いける。はい、はい。あ、やった!罠とかない?大丈夫?すごい敵出たりとかしません?大丈夫ですか?お宝です。いいんでしょうか?私なんかいただいて。いいんです。いただきます。せーの。ドン!うん?ジェムストーン。お金。なにこれ?オカリナだ。まんまだ、オカリナ。バリュアブルかい。これなにこれ?クリアージェムストーン。ユニーククラフティングコンポーネント。これあれだな。あの、前に拾った、あの、剣の、束の部分だけ、ブロークンハンドルって拾ったけど、あれを、あれと、このクリアジェムストーンと、あとは、刀身部分、それをなんか組み合わせて最強の剣が作れるみたいなのがあったと思うんだけど、それで使うんだよ、確かこれ。これ多分大事だよ、めちゃめちゃ。取っとこう。うわー、すごいな、ここ。なにこれ。こんななってたんだ。すごい、マップ。やっぱさっきの宝箱最重要ポイントだったんだね。すげえなー、面白ー。はい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 。おお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 、すごい。え、何これ、天然の。あ、お腹すいたって。天然物ですよ。すごー、こんなのあるんだ。すごいね。天然物の線路、トロッコ。でも、どっかに繋がってるわけではないんだよな、これな。あー、ここまで来たか。来ましたね。はい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 。まあでも今は、あーでもそっか。あれだ。フェザーが欲しいんだ、フェザー。フェザーを送れ。こういう花もぶっ壊していこう。ね、花を壊すことで羽が出るやもしれぬ。あー、はいはい。こういうところにね、埋まってたりしますから。掘り返す。よっ。あー、ゴールドじゃないのよ。ブルーが欲しいんだ、俺。ゴールドいらないんだなー。ドン!ゴールドじゃないのよ。ゴールドいらないのよ。いや、ありがたいよ。ね、出るのはありがたいんだけども、もう一歩ね。もう一歩届かないんだな。ちょっとモールドいくつか少しだけ持って帰りたい。失礼します。あー、来た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 。はい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 。ほれほれ。よし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 。いいぞ。はい、モールドグラウンド。これだね。これがあると、なんか、新しい種を育てることができるはず。花、花。目に映る花。あ!やった!来た来た来た、これ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 !これですよ!これ欲しかったんだ!やったー!嬉しい!花を壊すとやっぱ出るね。低確率で。あ、いた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 。撃たれた。躊躇なく撃たれた。花を見つけたらすべて、根絶やす。すごい。心に余裕がない人みたいな。花が綺麗なのが気に食わねえんだよみたいなね。そういう人になっちゃってますね。あ、やった!今、手に入ったね。あと 3! なんかある!なんかある!なんだあれ!なんかある!モグラみたいのがある。モグラの顔に見えない?これ。これ。え?あ!オールドスポアーマスク。バリュアブルだって。うっそー!ちくしょー!あー!死んだ!
油断したー。死んじゃったー。木材を集める場所を作りました。ここです。うわ、こっちまで来てる。すごい。ほら、この中にね、木材養殖場を作ったんですよ。ここに。いいよー。素敵だよー。オッケー。じいちゃんどうした？外出たいのか？出さん。絶対に出さん。くそー。あ、今出た？やったー！あと2枚かな？いた。うぅ、知ってへい。どうした？あ、あったあった、これでしょ！やったー！よーし。集まったよ、みんな。5枚。やったー！あ、ちょ。祝福に、農夫も駆けつけてくれました。ありがとう。ありがとう、農夫。ただいまー。よーし。じゃあ、まずは、戦利品を溶かす。そこからですね、68個もあるからね。鉄。スカーレットもあまり取るつもりなかったけども、すごい数になりましたね。35個か。で、これもね、パッフンギシード、後から植えましょうか。先植えちゃおっか、これ。なんかやだなぁ、モールドにするのって。ね。自分のこの、綺麗な家庭菜園が、モールドに侵食されるのちょっと嫌だな。え、ここは敵生えないよね。うわぁ、なんかほら、もわーってなってる。やだねぇ。はい。よいしょ。じゃあ、植えましょう。1、2、3。これ植えてるんだよ、ちゃんとね。よし。さあ、よくわかんない。何ができるんだ？怖えな。つうか、スカーレット装備に変えるか、これ。ね。耐久力回復しようと思ったけども。兜、鎧、パンツ。衣替え。シャキーン！じゃん！よっ！素晴らしい！鬼武者！めちゃめちゃ尖ってんな。で、この装備、すると3セットで敵を倒すごとに、クリティカル率が 3% ずつ上がっていって、5回敵を倒す。つまり 15% まで上がりますって言ってるのかな、これ。この装備自体でも、クリティカルヒット率が上がるから、342だから、9% 上がるんでしょ。これは、いいですね。はい。では行きましょうか。アゼオスザースカイタイタンスキャナーくれ！よし！そして、使うぜ！いっけーどん！さあ、どこにいる？上にいないなんか。そんなとこにいるの？こっち探したけど、こっち全然違うね。え？というか、ここも緑なんだ。こういう風にこの円を描くように、緑ってこと。そんなところなの？めちゃめちゃ広いな、緑。やば！あ、そうですか。マップめちゃめちゃ広いね、このゲーム。すごいな。はい、ということで、今回は、なんだい？スカーレット掘ったり、いろいろなんかね、作りましたね。ここら辺の、上級ポーション作れたりとかね。全然いじれませんでしたけれども、電子回路系みたいなやつとかね、発電したりとか、ジュエリー作ったりとか、あとまだできてませんけども、自動化用のね、デスクとかもあるから、そういうのもね、味わい尽くしていきたいですね。ということで、じゃあそこら辺は次回ね、まとめてやっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録をお願いします。またこの配信が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。
ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。